ニューアカシは、阪急フェリーが運行していたフェリー。フェリーアカシの大船として、神田造船所川尻工場で建造され、1991年3月19日に就航した。2010年9月30日、泉佐の航路の減便により引退した。その後、中国の異界に川は東国際周層、バコ海運輸原講師へ売却され、グランドピースとなり、 平沢一海航路に就航している。1999年4月13日17時37分、泉大津港内で大気岸壁からフェリーターミナルの岸壁に移動する際に強風に圧流され岸壁に衝突、主電路の切断、機関室の浸水により航行不能となった。当時、本線は第2便に就航しており、新文字港からの到着後、 第一便に就航していたニューハリマにバースを開けるため、対岸のスケマツ不当の中央特定の西面に設けられた大気岸壁に接岸していた。ニューハリマの出港後、本線も二役のため、フェリーターミナル岸壁へ移動を開始した。突風を伴う強い西の風が吹いていたが、狭い大気岸壁の全面海域ではなく、防波堤外で回答することとして、衛星は要請しなかった。 17時26分、すべての軽流策を解き、述べ出していた、左限秒差を巻き上げ、突風に圧流されながら、スラスタなどを使用して岸壁から船体を離したが、前進を開始したところ、スラスタの効力が減災されたことで、さらに圧流され、17時37分、北側と低の南西角に、右舷側中央部が衝突した。衝突により本線は、 主配電盤後面からの主電路が切断され、電源喪失により、機関が停止した。右辺中央下部の外板に、幅約3メートル、長さ約12メートルの箱を、生じ、箱から機関室に、大量の海水が流入し、手機を呼び、各機器が損傷した。また、衝突箇所の岩壁のコンクリート、ゴム製棒昇降も損傷した。事故発生当時、天候は、曇りで、 約秒速20メートルの突風を伴う風力7の西の風が吹いていた。事故原因は、突風を伴う強風下で離岸する際、圧流に対する配慮が不十分で引き船を使用しなかったこと、また、衛星使用基準を見直すなど、運航管理者の安全管理が不十分であったこととされた。ありがとうございます。